夢は山本キッドビッグな男になること。西川晃平堂々の勝負を演じます。第2ラウンドが始まりました。ヒロヤ気合入ってますね。第1ラウンド両者打ち合いました。赤ヒロヤ青が西川晃平行く。ヒロヤ西川の後腕気をつかないと。ヒロヤが受けている。しかし右左ヒロヤが押す膝浮きになってますね。ここで倒してパンチが来るならパンチで倒してやろうっていう気持ちが伝わってるんですけど危ないですよね。西川の左の鼻から出血鼻血が出た。ヒロヤ君にはやっぱりいい蹴りもありますから、はい。昨年の高校生王者ヒロヤパンチの勝負。前田さん、はい、ヒロヤこれでいいんですか。いや結構いいと思いますよ。でもあの、はい、パンチヒットしてますからね。では相手やっぱ力強いんですね。そうですね、パワーありますよね。気をつけてほしいですね。あのヒロヤ君はパンチだけで蹴りもできるんで、はい、パンチだけではないキック、そしてここまでの経験がある、それが K-1 甲子園王者へと上り詰めたヒロヤの力です。青西川晃平関東地区準優勝。ヒロヤが K-1 甲子園の顔なんて誰が決めたんだと西川も語ります。さあヒロヤ第2ラウンド、西川の西川君も止まんないですね。いいですよこのプレッシャーは。ヒロヤ君相手にここまでプレッシャーかけるのは素晴らしいですよ。普通かかられませんからね、はい、逆にかけられちゃいますから。西川選手前に出てますもんね、これだけでも大したことないですよ、青西川晃平は昨日の前日記者会見でヒロヤを真っ向勝負でボコボコにしたいと語りました。あ、ここでドクターチェックへと入ります。西川選手鼻血がね、あの止まらずに2回以上出てたらもうそれで TK になりますから、やっぱり安全性もね重視してやってますんで。2009年 K-1 甲子園西川がドクターチェック終わりました。さあ試合再開。3年生同士の対決、ヒロヤ西川、さあ打ち合いを望む西川、応じるのがヒロヤだ。西川君も気強いですね。高校生同士ハイキックをかわす。パンチを見舞うのがヒロヤ、天才ヒロヤ、マサトが認めた天才ヒロヤ。第2ラウンド西川と打ち合いました。ファイナルエイド入ります。赤コーナーヒロヤ陣営の応援席です。はい、ヒロヤコールが鳴り響いています。応援団の皆さんです。団長ヒロヤ君どうですか。いけます。いけますね。では皆さんで大きな声援届きましょう。せーの、こちらは西川選手の応援席です。おばあちゃんが先ほどから涙ぐみながら一生懸命応援されています。晃平君に何か応援をしてあげてください。あ、頑張ってお兄ちゃん。青春をかけた高校生の戦い、自分だけではない、支えてくれる家族がいます、仲間がいます。いよいよファイナルラウンド、延長がない K-1 甲子園、次のラウンドで決着がつきます。セカンドラウンド、前へ出るヒロヤです。ヒロヤはかかります。おー、いい蹴りですよ、いい蹴りですよ、いい蹴りが出てくるんですよね、はい、足をかけ払うような赤、はい、ヒロヤのキック、こういう蹴りが出てくるんですね。はい、単身中学を卒業し高校はタイで過ごすヒロヤ、その経験そして実績、そして昨年の K-1 甲子園王者のベルト、守り2連覇するために全国の舞台へ上がっています。3ラウンド目だから西川選手はスタンダーですよね、はい、1ラウンド2ラウンド勢を出せばまだまだヒロヤ君と倒すチャンスが出てくると思いますけど、ヒロヤ君はこの右ミドルがいいですね。さあ西川も後ろ前田さん、はい、となるとヒロヤここで差を見せなければいけないんですね。そうですね、でもだいぶ調子が出してますね、はい、全国の強豪が出揃った
ベスト16。でも西川選手のパンチの回転力も速いですよね。やっぱりパワーがあるんでね、ちょっとスタミナが切れてきた。ゆうやさん、どう見ますか、ファイナル。そうですね、ヒロ君勝ちに来ましたね。2ラウンド目までやっぱり西川選手を守ってたように挑発して自分のペースで試合できたんですけど、やっぱちょっとこの辺経験の差でね。さあ、勝利への執念を見せるヒロヤ。これがファイナルラウンド。このラウンドで決着がつく。ヒロヤは語ります。いろんなライバルがいるけれど、自分はヒロヤじゃないといけないんだと周りに言わせる、それが自分の責任。右ストレート、左アッパー、左フック。残り10秒を切った。ヒロヤ谷口ユニク、これはスリップ。西川と戦う左キャブ、左キャブ、左キャブ、いいですよ。パンチの応酬は K-1 甲子園全国1回戦。ゴングが聞こえませんね。ゴングが聞こえない。果たしてどちらが勝ったのか。ヒロヤはベスト8へと進めるのか。試合終了のゴングが聞こえないほど大きな歓声が上がった代々木第二体育館。高校生、昨年の王者、2連覇をかけるヒロヤの戦い。一方、西川、関東地区準優勝、おばあさまも涙を流す。いや、いい試合でしたよ。一方のヒロヤ、今年最後、3年の K-1 甲子園、果たして軍配はどちらに上がるか。赤ヒロヤ、ジャッジトロフィー、30対29、赤ヒロヤ。赤ヒロヤ、3対0の判定勝ち。いや、本当にそれほど差がないですよ。1ポイント差ですよね。昨年の K-1 甲子園王者、ヒロヤが連覇へ向けて1回戦判定勝ちを収めました。激しい打ち合いを制し、ヒロヤ君がベスト8に進出。惜しかった。いやでも最後やっぱ印象悪かったかなって。一方、ヒロヤ君は勝ったにもかかわらず落ち込んでいた。もらい出すと顎上がり出す、上がりくせない。3段止めもっとちゃんとやってれば勝てましたね。悔しいですね。あ、次勝ってない。試合前はちょっと厳しさを教えたいっていう。インタビューでは不甲斐なさを痛感し無言になる場面も。迎えてくれたみんなの優しさが暗い気持ちを断ち切ってくれた。なるべく早く自分を変えていかないとダメだと。分厚い壁が見えます。そんなヒロヤ君にさらなる危機が。打倒ヒロヤに自信を覗かせる2人の怪物高校生が満を持して初参戦。ついにそのベールを脱いだ。